代表代行より宮口春子への応援、そして県民の皆さん、松原の皆さんへの今回の再選挙での皆様へのお願い、お聞きをいただきました。長時間にわたりまして皆様には足を止めていただいているご清聴、誠にありがとうございます。それではこの度のこちらでの街頭集会閉会とさせていただきますが、閉会のご挨拶をご当地衆議院広島県第2区総支部長、立憲民主党の第2区総支部長であります大井役員より皆様へのご挨拶でございます。よろしくお願いします。旅行相手にお集まりの皆様、今日は大変ありがとうございます。私はこの広島2区で衆議院の総支部長をしております大井役員でございます。宮口春子さん、前日県内を全域ぐるぐる回って今日ようやくこの横浜駅に来ていただきました。ありがとうございます。合わせてこの演説会で大変ご迷惑をおかけをいたしております。横浜駅の近隣の方々、商店街の方々、広電の方々、 JR の方々、近隣の住民の方々、ご開業いただき心から感謝を申し上げます。さて、選挙投票日4月の25日迫ってまいりました。先日日本オリンピック委員会の森喜朗会長さんのジェンダー発言問題になりましたけれども、私あれで思い出しました。2000年森さんが現職の総理だった時に、選挙の直前に無党派は寝ていてくれればいいというふうに発言をしました。これ自民党と森さんの本心だと思いますよ。なるべく無党派は家で寝ていてほしい、若者は政治に関心持たないでほしい、なるべく若者が自分たちが社会を変えられるなんて思わないようにいてほしい、政治を変える力はないと思い込んでいてほしいというのが森喜朗さんの、そしておそらく自民党の本心だろうと思います。政党擁立になれば組織票で何とか逃げ切れる、どんだけ民意が反対してても何とかしのぎ切れるというのが森喜朗さん流の選挙のやり方でございます。ですので、どうか来たる4月25日、政治を使っていただいて、投票所に足を運んでいただいて、我々が抱えるさまざまな課題を宮口春子さんに託して、その解決に近づけるように、選挙権を行使をしていただきたいと思います。投票所に行ったら、鉛筆持ったら宮口春子一択、鉛筆持ったら宮口春子でございます。どうぞ4月の25日、投票をよろしくお願い申し上げます。宮口春子、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。長時間にわたりまして皆さんご協力ありがとうございました。それでは宮口春子、この後も元気いっぱいまた県内走ってまいりますので、では最後に代表代行も宮口さん、手を握る方がいいかな、どうかな、まあ、はい、お願いします。では皆さん、拍手をよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、長時間のご協力、またご聞いた皆さんもありがとうございました。以上をもちまして、ご当地をお借りいたしましての結集広島街頭集会終了をさせていただきます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。続いてまた次はなりました。Thank you.